久保さん。暗いっすね。<laughs> 逆光だから臭いの。暗いのかなこれ。はい。まあ、今回はね、宇宙のゼロにしましょうか。宇宙のゼロ。<laughs> 今なんかね、なんか外人の話を聞いてるんですけど、ゼロに戻せと、みたいなね。メモリーを戻せみたいなね、話を聞いてるんですけど。そう。まあ、あの、何かっていうと、 あの僕はこの人の話今日初めて聞いたんでよくわかんないですけど <laughs>。まあ言いたいのが、あれですよね。うん。まあが,がむしゃらにやるっていう。無心にやるってことです。まあ久保さんがよくロボットのようにね、やれみたいな話をすることがあったりとかするんですけど、やっぱあの、あ、あとアーシアンの話もよかったですね。アーシアンでしたっけ <laughs> だからその、うーん まあ欲しいなとは思ってたけど多分キットのこと多分ネットビジネス初めてやってた時キットが手に入るとかね多分キットのためキットを手に入れるためにまあ頑張るぞとかね思ってなかったと思うんですよ僕もそうです僕も18歳の時に初めてその GTR34 っていうのね GTR マガジンで34を見ましてかっこいいな将来乗りたいなとは思いましたけど じゃあそ,のそのためにやってたのかっていうと、まあ、そのためにやってないんですよねまあ日々がむしゃらにやってたっていうでそしたらたまたま手に入ったっていうたまたまなんですよねたまたまですたまたま <laughs> でもねこれねどれだけねゼロというか無心にやれるかによって実は、うん、潜在意識潜在意識でしたっけ 潜在意識で思っていたことが勝手に引き寄せられるっていうね、ゼロの法則ですね。これゼロの、宇宙、ゼロの法則にしようかな。宇宙のゼ,宇宙のゼロ。ゼロの法則とかにしとこうかな。意味深じゃないですか。そう。まあ、このゼロの法則をね、じゃあ、どういう法則かっていうと、 矢沢永吉さんはね、こういうふうに言うわけですよ。成功の哲学。矢沢永吉の成功の哲学は、成功したいんだったら、この触れ幅があると。で、あの、この10求めようと思ったら、マイナス10がくっついてくると。わかりますつまり、10やろうと思ったら、10の失敗がくっついてくるかもしれないと。まあ、だから挑戦すれば、その挑戦したことに対しての失敗がついてきますよね。 でも何もしなければゼロだと。じゃあ人生生きていく上で、俺はだったらどうするかと。ゼロのままでいいのか。うん、なんだ。いや、俺は銃取りたいと。こんな人生を送りたいと。で、まあ、これをやったことによって、いろんな失敗だったりとか、いろんな出来事があったよみたいな話をしてたんですね。確かになと。ただし、今回ゼロの法則なんですよ。<laughs> で、この、 まあ、矢沢永吉さんの話にちょっとかぶせるならば、このゼロの定義なんですよ。ゼロの法則っていうのは。ゼロの定義、ゼロの定義をね、何もしないというゼロなのか、めちゃくちゃクソやって、無,無我夢中でやって、無心の状態のゼロなのか、このゼロによって全然違うんですよ。これよくないですか、久保さん。これ結構、これいいな、今、宇宙から降りてきましたね。そう、このゼロの定義っていうね。 ゼロの定義っていいかもしれないですね。ゼロの法則。どっちの方がいいな。ゼロの、まあゼロの法則かな。うん。わかりますで、この、どんなゼロなのかって話ですね。何も挑戦しないのか。でも、結局、なんだろうな。うーん。まあこれね、あの、先々月ぐらいに僕、新世界51の言葉っていうのをね、あの、レポートで有料で販売したんですけど、そこでも書きましたけど、なんだ。 その無我夢中っていう言葉、言語にね、もう夢とか無とかが書いてあるんですよ。無我夢中っていう。だから無心にやると夢が叶ってるみたいな話なんですけど。だから、ぜどういうゼロなのかって話ですね。ただこのゼロになるためには、うんなん、なんて言ったらいいのかな。十を超えていかないといけないっていう。わかります要は、十求めることではなく、 十のその先まで、求めるためにやるというか、なんだろうな、その先ですね。じゃあ、十が限界だとするじゃないですか。じゃあ、限界が十だと。でも、限界を超えた数値って、もう、ないんですよ。無なんです。宇宙なんです。で限界がここでしょで、限界を超えてるわけですから、そこは無なんですよ。わかります十が限界です。リミッターです。で、その先は無なんです。 つまりゼロになるってことですね。わかりますうん。だこれも実は、プラス10いった時の無の境地もあるし、実は、マイナス10の限界を超えた時の無もあるんですよ。だからよく、あの、久保様言いますけど、三、三大と、なんだっけ三つの t か倒産。倒産とか、うん、大病とかね。あと何でしたっけ だからそのマイナスも振りちぎるともう無の境地になるわけですよ。だからね、中途半端が一番良くないですね <laughs>。マジで。中途半端が。ただね、マイナスの場合は、そこで、マイナスもプラスもね、ここのね、なんだろうな、振りちぎったときに、 うーんどういう感覚なのかというか、どういうだからマイナス、例えばね、マイナス10で、うわーってもう、うわーってもう,もう生きてられないっていう、なんか、そういう無なのか、そういうゼロなのかねわ、俺はもう何もない、何もできないっていうなのか、その0の時に、あ、俺はもう何も失っても怖くないぞ、これ以上失うものはないっていう0なのか、わかります。マイナス10を振りちぎった時に、どう捉えるか。 a さんは俺はもうダメだと。もうこんなもう無理だと。っていう感じなのか、なんだもう失うものは何もないなと。っていうゼロなのか。まあこれですよね。はい。ということで、いってらっしゃい。